おいす、こんにちは、たま先生やで。今日は、浸透について話していくで。細胞や小器官は体外膜で包まれてる。こいつらを生体膜言うて、臨脂質でできてて、豆大福の豆のようにタンパク質が埋まってる。ほんでこいつが豆大福の豆のように、この膜にとってもむっちゃくちゃ大切やったりするね。というのも、臨脂質っていうのは脂質を言うだけあって、油やから水弾くんやけど、細胞として生きていくため、栄養や老廃物の出入りがいるね。そのため、このタンパク質が扉の役目をやってんね。 ほんでこいつらはアクアポリンやと水を通して、イオンチャンネルやとイオンを通すって、選択的透過性っていう名のごとく、タンパク質の種類で通れるやつが決まってる。というのも、基本同じ濃さになるって、当たり前の受動輸送するんやけど、中にはイオンポンプ言うて、普通と逆で濃くして逃がしたくないって時もある。こいつは、あえて濃くするんやからエネルギーを使うんで、能力を使って動かす、能動輸送を言うんや。 普通は、電車とかあったら混んでる方から空いてる方へ動くやろそれが少ない方へ広がる受動の方で、女子が着替えるから男子は廊下出てってっていうのが、濃度輸送。ほら、力使ってるやろ。ほんでもこれ、ものすごい大切で、俺らの体は少し物質が溶けて、0.9%食塩水くらいの物質が溶けてんねん。手術とかで使う生理食塩水もこの濃度や。こういうのを同じ濃さなんで、頭頂液言うんやけど、 もっと水っぽくて薄い低腸液に作れると薄くて水っぽいっていうことは水多いんやから多い方から少ない方へってどんどん移動して膨れて破れるこいつは血の赤い成分赤血球やけど水入りすぎて破裂する溶血が起こる逆に高腸液につけたら濃いっていうことは水が少ないんやから水が出ていって梅干しになるんや植物の方は硬い細胞壁が邪魔してなかなか縮みにくいんやけど中身の方は細胞壁から離れて原形質分離が起こってるな こうやって細胞や小器官を包みつつ、溶血や原形質分離が起きたりせんよう注意しながら栄養や老廃物を移動させるね。要はプールの効率的なもんがあって、こっちは女子やから男子入ったあかんで、みたいな感じで女子しか通れへんかったり、逆に男子しか通れへんかったり、自由に出入りするだけやなく、子供やと半額プール側が負担して半額で入れるよっていう感じで親を連れてきてくれる子供をい,いっぱい呼び込むみたいな。そうやってエネルギー使って自分の細胞に必要なもんをい,いっぱい取り込んだり、逆に入れたくないもんをどんどん出したりしていくね。 小さい頃っていうのは全然そういうの分かってへんかったから、温泉とかも保育園の頃までおかんと一緒入ってて、なんで男の子と女の子で別々着替えなあかんねんって思ってたけど、俺ら生物は人間になる前、お猿さんにすらなる前から、こうやって入り口が別々って分けられてたんやな。どんな例えよそれ。ほな最後に浸透についてちょっと話しておくで。浸透いうのはその名のごとく染み込むっていうことなんやけど、これが浸透圧ってなると微妙に違うから間違いやすいんでその辺押さえておくな。浸透圧っていうのは染み込む力なんやけど、 染み込まれる側の話やね。例えば水たまりですっ転んだら水が染み込むし、お刺身食うてる時に醤油をこぼしたら醤油が染み込む。それを俺らは浸透したって言うわな。そんなアホなことやらへんわって思うやつもちっちゃい子とかおったらわかるやろ。ちっちゃい子がミルクをした時に、ママ、ママ、ミルクは浸透しましたって言うやろ。せやけど浸透圧ってなると今度は逆の方で染み込まれる側の力やね。自然の力で必ず多い方から少ない方へ多い方から少ない方へって移動するやろ。 濃い液体と薄い液体を水しか通さへん膜で挟んであげると、濃い方は濃いっていうことは、つまり粒々がいっぱい入ってる。逆に言えば、水は少ないっていうことやね。夏によく飲む濃いやつと薄いやつっていうのは、濃いやつの方が水が少なくて、薄いやつほど水がたっぷり入るやろ玉先生んちのなんか、なかなか用を飲まれへんから大事に飲むようにって向こう透けてたで。 で、こいつらが水の通る膜で仕切られると、水の多い方から少ない方へって、どんどん動いて、こんなんなんねん。てなわけで、こっちみたいな水を染み込ませる力を持ってるやつの方が、浸透圧が高いっていう風に言うんや。浸透して水が減った方やないから、注意やで。まあ、実際のところは水たちに感情も脳みそもなんもないから、好き勝手に揺れて動いてんねんやけど、好き勝手に動いてるから、右に行くのも5割、左に行くのも5割、ってな感じやな。ほんで、その結果、多い方から少ない方へ移動する方が多いっていう。そんだけのことなんやけどな。 浸透やったら薄い水の方やけど、圧がついたら反対の染み込まれる方。めっちゃ怖くて厳しい安藤先生も圧がついたら安藤夏ってめっちゃ甘くなるっていう。それと同じ仕組みや。いやだからその例えどうなのよ。いやだからどうなのじゃなくてどうツやで。もうええわい